な何か分かんない言葉があったら辞書を引く草をつけてください紙辞書じゃなきゃダメだよなあ電子辞書とかスマホだとおっぱうんどうしてかって言ったらさこう自分の調べたい言葉以外にもいやでもさいろんな言葉が目に入ってくんじゃんであこの言葉ってこういう意味もあったんだとかこういう読み方をするんだってそれがわかるじゃんねそういうの勉強ってんだよな だから、紙辞書で調べる癖をつけてください。ね。で、じゃあ今日の授業行こう。今日やるのはね、ズバリ百人一首です。百人一首。百人一首って聞くとさ、みんな、え、何それね。硬そうって思うかもしんないけど、これ簡単だ。なぜかって言ったら、これ恋愛ソングなんだよ。ねそう思えばなんか楽しそうだろうね今で言う、あの、西野かなかなね 古い、西、な、あいみょん、あいみょん、な、みょん、それだーす、ねー、ねそう思えばさ、そのみょんだ、思えばさ、簡単なんだよ、ごめん、先生も全然勉強不足だな、それ辞書に載ってねーか、載ってないよなごめんなさい、調べますね、うん、そういう時は iPhone、iPhone とかスマホだな、ね